サムライスピリッツ。ストーリー。風間一樹。任せな。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任に就いた松平定信により寛政の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は衝撃を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。この機運の裏に横島なる力を感じ取り、風間人軍の棟梁月心斎は風間一樹、宗月、一樹の三兄弟へ邪気の根源の捜索と封印の任務を下す。妹一樹の身の危険を憂慮した風間一樹は三日三晩の苦悩の末、一つの決断に至る。兄と妹が里を出るよりも早く、己が身一つで任務を果たすため、風間一樹は一足先に里を立つのであった。宇津木。これよりは抗議の任、若輩者はここまでにいたせい。風間一樹 VS 柳生十兵衛、いざ尋常に一本目勝負。行くぞ。まだまだ逃げんな。どれどれ、こっちが。まだまだ少年。まだまだどれどれ、行くぞ。まだまだ逃がすな。避けるか。ドラハッハリヤカッドゥッ。おお、勝者風間一樹。うらぁ。二本目勝負。勝烈ヤハリヤニッドラぁ。ニツカコヤラトドドラぁ。燃えてきたぜ。ドラおや。はっ、誰や。やった。燃えろ。やったわ。勝者風間一樹。手間取らせやがって。急がねえ。新影流といや、俺でも知ってるぜ。そんなのに勝っちまうなんて、俺相当強くなったんじゃねえか。ミネルヴァの間。貴様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。風間一樹 VS シャルロット、いざ尋常に一本目勝負。ドラッ。やっしょ。ドラッ。パワーグラデーション。まだまだ。ドラッ。ドラッ。逃げんな。まだまだ。ドラッ。
間一輝。うらぁ!2本目、勝負。避けれるか?勝負!燃えるぞ!取らせやがって。急がねえ。たく、諦めの悪いやつだな。やめとけやめとけ。俺には勝てないって分かってんだろ。カムイコタン下月。姉様に追いつかなきゃ。あなたなんてすぐにやっつけちゃうよ。風間一輝 VS リブルル、いざ尋常に一本目勝負。てりゃ逃げんな。当てるわ。おりゃ。いやどら。てりゃ。どうだ。まだまだ。風間一輝。うらぁ。2本目勝負。どれだりゃ。逃げんな。まだまだ。どれだ。まだまだ。どれだ。終わり。勝者風間一輝。手間取らせやがって。急がねえ。そっちでふわふわ浮いてる友達ごと燃やされたくなかったら二度と俺には近づくなよ。憎し芝居小屋。ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。風間一輝 VS 千両京四郎、いざ尋常に一本目勝負。逃げんな。逃げんな。まだまだ。乗れ。それ。風間一輝。うらぁ。二本目勝負。まだまだ。行くぜ。
和樹。手間取らせやがって。急がねえと。それが歌舞伎ってやつなのか。なかなか面白いな。ハスキのやつ連れて行ってやったら喜ぶかな。三方ヶ原。私を呼んだのはお前。風間一輝 VS 四季。いざ尋常に一本目勝負。パワーアップ。おらー、そりゃ、やった。まだまだ逃げんな。パワーアップ。おらりゃ。パワーアップ。おらりゃ。パワーアップ。そりゃ、やった。まだまだ逃げんな。捕まえろ。やっ。まだまだ勝負。捕まえられ。勝者風間一輝。うらあ。二本目勝負。勝熱。おら勝熱。たるや。勝熱。ここに。おら。まだまだ燃えてきたぜ。ここに。おら。そりゃ。まだまだ。そりゃ。まだまだ燃えるぜ。ダメ。情熱。おら。勝負あり。勝者風間一輝。やけどじゃ済まねえだろ。あーくそ、目のやり場に困るんだよ。くそー、そういう作戦か。やりにくいったらありゃしねえ。洛中三門前。邪魔をするつもりかい。ならその首を狩るだけさ。風間一輝 VS 首切りバサラ。いざ尋常に一本目勝負。おらそこかい。おら逃げんな。おら危ねえ。避けれるか。行かせないよ。避けれるか。燃えるぞ。おら分かるや。行かせないよ。苦しもうよ。まだまだ素晴らしい悪魔だ。勝者風間一輝。二本目勝負。追うよ。まだまだ。おりゃ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 。たりゃ。勝熱。おりゃ。おりゃ。たりゃ。お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 りゃ。たりゃ。おりゃ。おりゃ。勝者風間一輝。やけどじゃ済まねえだろ。図に乗ってんじゃねえ。100年早えんだよ。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。
洛中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。風間一輝 VS 鞍馬夜叉丸、いざ尋常に一本目勝負。どたりゃ逃げんな。どれはどどれやたりゃ勝負。どれだとなおわまだまだどれやだどれあんね勝負。どれや逃げんな。どれは燃えてきたぜ。逃げんな。燃えろ。勝者風間一輝。うれ二本目勝負。おれ逃げんな。燃えろ。おれだ。まだまだ燃えるぜ。勝者クラマーやシャマル。この程度造作もない。最終戦勝負。どれやどれやどれや逃げんな。まだまだあわまだまだどれやどれやどれやさいどうだ。勝者風間一輝。刀がなくてもやれるんだよ。おいカラス天狗、悪いことは言わねえ。その面すぐに手放した方がいいぜ。なんなら俺の炎で焼いてやるからよ。熊野古道。ああ、何の用だ。俺は急いでんだ。悪いことは言わねえ。燃やされたくなかったらおとなしくここから消えな。ガキのくせに言ってくれるじゃねえか。いいぜ、やってみろよ。そんなちんけな炎で私を燃やせるってんならな。風間一輝 VS ダーリーダガー、いざ尋常に一本目勝負。よし乗れやるな。おめえがまだまだやるや。どれキャッチエンドスティーディー。まだまだやるな。こっちおらやるな。まだまだ勝負。上だ勝熱こっちだ。どれや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 。勝者風間一輝。うれや二本目勝負。上だどれやキャッチエンドシティ。まだまだぶねえな。こっちだまだまだやるや。こっちだ。どれやるや。逃げんな。燃えてきたぜ。燃えてきたぜ。燃えてきたぜ。どれやるや。どれや。まだまだやるや。やっほい。燃えるぜ。ぶねえな。食らいやがれや。よっ。少年少年よいしょ少
勝者風間一樹。やけどじゃ済まねえだろ。なんだよあのえげつねえ武器は。とんでもねえ女だったぜ。ってこうしちゃいられねえ。邪気はこっちか。行くぜ。なくなればいい。静か千年桜。憎しい憎しい思い出せぬ。ここは暗くて。てめえが邪気の親玉だな。安心しろ。里で待ってる葉月のためにも、てめえの恨みも何もかも俺が燃やし尽くしてやるからよ。風間一樹 VS 静か御前。いざ尋常に一本目勝負。まだ待て。うるさい。乗れ。クリア。乗れ。
ちまいそうだ。カズキ、手間取らせやがって。急がねえと。ああ、私は何をしているの。して忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。暗闇の中、誰かが己を呼ぶ声が聞こえる。まどろみから覚醒した和樹の視界に、呆れた様子で見守る兄と心配そうに寄り添う妹の姿が飛び込んだ。あの異界の景色は跡形もなく、咲き乱れた桜が一面を覆い尽くしている。眠りに落ちる前の記憶を遡りながら、和樹は事の顛末を語り始める。全ての力を振り絞り、和樹の炎は全ての邪気を燃やし尽くす。怨恨から解放された静か御前の表情はとても穏やかなものであった。限界を迎えた炎が一つまた一つと小さくなって消えていく。薄れゆく意識の中で、彼が最後に耳にしたのは、ありがとうという優しいささやきだった。空を覆っていた邪気は晴れ、春の空気が森一帯を包み込んでいる。これは彼女が最後に残したこの世の奇跡なのかもしれない。風に背を押されながら、三人は里へと歩き出す。楽しそうに語らう兄弟の姿は、次第に桜吹雪の中へと消えていった。